はい、こんにちは、長澤です。今回は北陸フレキを作ってみたいと思います。以前からですね、動画のコメント欄にですね、北陸フレキやってくださいというリクエストがですね、数多く寄せられておりましたけれども、いまいち何なのかよくわからなくてですね、なかなか手を出すことができませんでしたが、ツイッターとかでね、いろいろ教えてもらったりとか、画像をいろいろ検索してなんとなくやり方が分かってきたので、今回挑戦してみようと思います。で、まずはですね、北陸フレキはこんな形だよねっていうところをね、まず作ってみたいと思います。で、その後ですね、自分なりにこうした方がいいんじゃないかなという動画も作ってみたいと思います。じゃあまずは1回目ということで、北陸フレキに挑戦してみたいと思います。はい、では作ってまいりましょう。まずは今回使用するグレードアップパーツを見ていきたいと思います。まずはですね、こちら MS のセンターシャーシですね。これは軽量シャーシになりますけれども、とりあえずね、このシャーシじゃなくてもね、通常の MS のセンターシャーシでもいいですし、強化のセンターシャーシでも構いません。どれでも大丈夫だと思いますが、ちょっとね、説明するのに色が分かりやすいのでね、これを選びました。次にこちら N04 のユニットですね。強化ユニットのレッドという風になっております。こちらを使用します。で、これとですね、一緒に入っているパーツなんですけれども、軸受けの部分は J1 をね、使いたいと思います。こちらのユニットの説明はですね、以前動画にしておりますので、そちらをご覧ください。はい。次にですね、メタル軸受け、使いたいと思います。メタル軸受けがない場合はですね、大きいワッシャーですね、大きいワッシャーでも代用できますけれども、今回、使ってないメタル軸受け余って、持ってましたので、これを使っていきたいと思います。次にスライドダンパー用のスプリングですね、2個使います。今回は黒ですね、柔らかい方を使っていきたいと思います。この辺はお好みで硬いものとかね、調整するものになるかと思いますが、今回柔らかいので、試してみたいと思います。次にビスですね。とりあえず何でもいいかなと思うんですが、15ミリ以上のものがね、必要かなと思います。とりあえず20ミリ2本と15ミリ2本入ってる小袋がありましたので、これを開けてね、使用したいと思います。はい。あと、ロックナット4個ですね。ロックナットでなくても構わないんですが、できればロックナットの方がいいかなと思います。ビスの途中で止めるというところが出てきますので、ロックナット推奨ですかね。はい、材料はこんな感じになります。で、あと道具なんですけれども、パーツをカットする部分、シャーシですね、カットする部分がありますので、私はプロクソンのミニルーターと丸ノコバですね、こういうノコギリみたいなやつですね、これを使ってカットしていきます。あとはですね、整えるようにニッパーですね、あと整えるようにヤスリですね、あとビスを回すためにね、ドライバーですよね、あとナット締めるためにね、六角レンチですね。はい、このような材料と道具でやっていきたいと思います。はい、では作ってまいりましょう。まずはですね、こちら N04 のユニットに、付属している J1 の、フロント部分ね、カットしていきます。今回はフロント部分だけで説明していきたいと思います。はい、こちらフロント2個ですね。こちらのリア寄りの部分をね、削り落としていきます。ですね、この丸いところの脇にこう壁ができている方ですね、ここの部分を切り落とします。ここはいらないということですね。
ついでにこの輪っか状に半円状になっているところもね、落としてしまっても大丈夫かなと思います。で、この部分をですねちょっと僕なりに工夫したいということで、綺麗に、ちょっとねこのところね細かい、すごい細かいんですけども、ギリギリを切り取ってですね、この輪っかを残したいというふうに思います。丸のコバなので、ね、ギリギリできるかなということで頑張ってみたいと思います。じゃあちょっとね、切り落としてきます。はい、このような形になります。これをですね、ちょっと一回シャーシにね乗せてみたいと思います。こうですね、でセンターシャーシもねちょっとつけてみます。はい、このような形になります。今のところまだねそんなに大きく変化は出ておりませんけども、ここねちょっと緩くなっております。で次にですね、センターシャーシこのラインでですね、このラインで、切り取ります。で、その後ですね、はい、こちらの N04 ユニットですね、ここの爪の部分ですね、ここですね、これを切り取ってしまいます。 あとですね、このセンターユニットのですね、ここの一番前のねこのボスっていうのかな、まあボスかな、この棒状のところをね、切り取ってしまいます。でこの切り取ったこれをね、ちょっと工夫して使いたいなと思うので、なるべく綺麗にねニッパーとかじゃなくてノコギリ的なもので切り取って残すようにしてみてください。はい、じゃあやってきます。ここの部分ですね、ここを切り取ります。はい、バリを取り除いて、少しね削って整える感じですね。こちらもね同様に切り取ります。これをね、一応ちょっとね取っておきたいと思います。はい、あとはこことですね、あとこれですね。はい、ここはいらないですね。この長い部分はいらないですね。切り落とします。はい、あとここですね、切り落とします。はい、切り取ってね、削りました。でですね、一部ですねこれとこれをですねくっつけるということで瞬間接着剤がね必要になります。あとポイントですね、ここの境目ですね、ここが開いて動くわけなんですが、ここが干渉しない程度にね、ちょっと削って隙間を開けてあげるということですね。あら、取れちゃった。で、こっちの方はですねビス穴ですね、ここをビス止めしますので、これ以上ね、ビス止めに影響出ない程度に、しておいてください。で、こちらの方はですね、ここ、こいつとこいつね、こいつとこいつを接着剤止めるということなので、まあ大体真ん中より削りすぎない程度ね、ここのラインぐらいまでですかね。このラインですね、こいつね。ここのラインぐらいまでだったら大丈夫だと思います。はい。
では早速ですね、接着剤とか使いながらね組み付けやっていきたいと思います。